みひろさんのようにライブ配信で講座を売るときの方法や大事なポイントを教えてくださいあ。なるほど、ライブ配信で販売する。なるほど。基本的に、まあ、ライブ配信でもライブ配信じゃなくても、何が大事かっていうと、欲しい人に販売することが重要なんですね。で、欲しくない人に販売するのは基本無理なんですよ。 で、販売がうまくいかない人は欲しくない人に販売しようとしてるんですね。なので、まず前提として欲しい人に販売する。ということを踏まえた上での、えー、とアドバイスなんですけど、うん。ライブ配信って特にこう、やりとりが、 できるので、お客様との距離感が、まあ、視聴者の方との距離感がすごく近くなるんですね。なので、えー、と通常のこう動画で配信するよりもすごく、まあ、提案しやすいということが一つと、あとはそのライブ配信の中で相手のためになること、えーまあ、レッスン、レクチャーっていうのを必ず入れていくということと。でそうすると、相手の人も <coughs> たくさん受け取ってくれるので、えー、買ってくれやすくなるというのがあります。で、また、えっ、ー、と、僕はあんまりやらないんですけども、例えばこのライブ配信中に購入していただけると、これが特典ついてきますとか、もしくは割引になりますっていうふうにすると、えー、結構売れたりします。で、また、これ僕がライブ配信で販売した時にやってよかった方法なんですけど、 うんはじめからなんか商品を売る前提のライブ配信でなく来てる方がいる場合は、いきなり例えばここで、えー、と5万円ですよとか10万円ですよっていうと、あんまりいい感じがしない場合が多い。なので、ライブ配信で僕が何かを売るときは、まあ、以前やってたのはですね、100円で売るんですよね。い,いつも9800円とか。 で、売っていたものを100円で売るんですね。このライブ期間中はというかね、例えば、この30分の中を100円で売りますという提案の仕方をしていて、で、その100円で買った方だけに、さらに次の、まあ、もうちょっと本格的な商品のオファーをするというふうにすると、まあ、自動で必要な人にしか、あの、セールスというかね、オファーがいかないので、すごくこう、まあ、スムーズなというか美しい形になるんじゃないかなと。 思います、えー。ライブ配信で、まあ、講座とかもね、販売すごく、まあ、需要があるというか、買ってくれる方が多いので、ぜひね、活用していただければと思います。